自家製麺もちもち麺って結構太さがバラバラだったりするんですけれども、それもこう味がありますよね。いや待って、しっかりラーメン屋さんですよね。ほらお鍋にこのね、お椀に具材に揃ってるでしょ、ね、すごい楽しそうじゃないですか。なんか想像以上に楽しそうで、くー、二人ともなんか お客さんみたいになってますし、え、しかも背景が本格的、メニュー表とかもすごい凝ってる。待って、え、なんで私ここにいないのかな。これ不思議に思ってきた。始まる前は全然ね楽しんでくださいね、うふふふってっていう感じだったんですけれども、いざ始まってこの現場目の当たりにするとちょっと見てられないかも私。すっごい楽しそう。私だってあと2時間半イブニングするんでしょ。おかしいよおかしいよ、私だってラーメン好きなんだぞ。はい、なんかいろいろありますよね。海苔かな、チャーシューかな、は山岡屋さんカラーのティッシュボックス。いいなぁ。いやこれなんか出前とか頼めますかね。ねえ、ラーメン一丁出前お願いしますよ。麺が確かに残ってないかもしれない。はい、ということでまだなんか食べそうな気配はないですかね、これね。まだこれから作るのかなっていう、はい、出だしですので、後ほどまた経過を見ていきたいと思います。なんかこの絵だけで結構じわじわ来てるのに。さあ、というわけでお腹が空きますね。ラーメン食べよう企画、ぜひご覧いただければと思います。なんか呼ばれてないことが今になって悲しくなってきました。じわじわ悲しみをちょっと感じております。